よく聞いて一緒に練習しましょう。ハンサム。ワット先生はハンサムです。ハンサム。ワット先生はハンサムです。綺麗。奈良は綺麗な町です。綺麗。奈良は綺麗な町です。 静か、大阪は静かな町ですか。静か、大阪は静かな町ですか。賑やか、大阪は賑やかな町です。賑やか、大阪は賑やかな町です。有名。 桜大学は有名な大学ですか有名。桜大学は有名な大学ですか親切。ミラーさんは親切な人です。親切。ミラーさんは親切な人です。元気。 山田さんは元気じゃありません。元気。山田さんは元気じゃありません。暇。明日暇ですか。暇。明日暇ですか。便利。東京の地下鉄は便利です。便利。 東京の地下鉄は便利です。素敵。誕生日に素敵なプレゼントをもらいました。素素敵敵誕生日に素敵なプレゼントをもらいました大きい。あなたのうちは大きいですか大きい。あなたのうちは 大きいですか小さい。会社の量は小さいです。小さい。会社の量は小さいです。新しい。友達に新しい自転車を借りました。新しい。友達に新しい自転車を借りました。 古い、この自転車は古いです。古い、この自転車は古いです。いい、桜大学は大きい大学じゃありませんが、いい大学です。いい、桜大学は大きい大学じゃありませんが、いい大学です。悪い、 ワンさんは悪い人じゃありません。暑い。イギリスは今暑いですか暑い。イギリスは今暑いですか暑い。暑いコーヒーを飲みました。 暑い、暑いコーヒーを飲みました。寒い、北京はとても寒いです。寒い、北京はとても寒いです。冷たい、冷たい牛乳を飲みました。冷たい、冷たい牛乳を飲みました。 難しい。日本語は難しいですか難しい。日本語は難しいですか優しい。日本語は優しいです。優しい。日本語は優しいです。高い。 日本のカメラは高いですか高い。日本のカメラは高いですか安い。日本の食べ物は安いですか安い。日本の食べ物は安いですか低い。富士山は低いですか 低い。富士山は低いですか面白い。日本の生活は忙しいですが、面白いです。面白い。日本の生活は忙しいですが、面白いです。美味しい。食堂の食べ物は美味しいです。 美味しい。食堂の食べ物は美味しいです。忙しい。明日忙しいですか忙しい。明日忙しいですか楽しい。毎日とても楽しいです。楽しい。 毎日とても楽しいです。白い。サントスさんの靴は白いです。白い。サントスさんの靴は白いです。黒い。この黒い傘は誰のですか黒い。この黒い傘は誰のですか 赤い、赤い花を買いました。赤い、赤い花を買いました。青い、ワットさんの自動車は青いです。青い、ワットさんの自動車は青いです。桜、桜は綺麗な花です。 桜、桜は綺麗な花です。山、富士山は有名な山です。山、富士山は有名な山です。町、大阪は静かな町じゃありません。町、大阪は 静かな街じゃありません。食べ物？日本の食べ物はとても高いです。食べ物？日本の食べ物はとても高いです。ところ。奈良はどんなところですか？ところ。奈良はどんなところですか？ 料、大学のはどうですか大学の寮はどうですかレストラン、昨日の晩有名なレストランで食べました。レストラン、昨日の晩有名なレストランで食べました。生活。 日本の生活はどうですか生活日本の生活はどうですか仕事お仕事はどうですか仕事お仕事はどうですかどう東京の地下鉄はどうですかどう 東京の地下鉄はどうですか？どんな？奈良はどんな町ですか？どんな？奈良はどんな町ですか？とても。これはとても有名な映画です。とても。これはとても有名な映画です。 あまり、桜大学はあまり有名な大学じゃありません。あああまままりりり桜大大学学は有名な大学じゃありませんそして、食堂の食べ物は美味しいです。そして、安いです。そして、 食堂の食べ物は美味しいです。そして安いです。が。仕事は忙しいですが、面白いです。が。仕事は忙しいですが、面白いです。お元気ですか。お元気ですか。お元気ですか。 お元気ですかそうですね。お仕事はどうですかそうですね。忙しいですが、面白いです。そうですね。お仕事はどうですかそうですね。忙しいですが、面白いです。もう一杯いかがですかコーヒー もう一杯いかがですかもう一杯いかがですかコーヒー、もう一杯いかがですかいいえ、結構です。いいえ、結構です。いいえ、結構です。いいえもうです。もう八時ですね。 もうです。もう8時ですね。そろそろ失礼します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 。いいえ。もう一杯、いかがですかいいえ。結構です。いいえ。 もう一杯、いかがですかいいえ、結構です。また、いらっしゃってください。また、いらっしゃってください。また、いらっしゃってください。またいい、またいらっしゃってください。上海、上海は、あまり寒くないです。上海、 上海はあまり寒くないです。金閣寺、先週金閣寺へ行きました。金閣寺、先週金閣寺へ行きました。奈良公園、奈良公園は綺麗な公園です。奈良公園、奈良公園は 綺麗な公園です。富士山、富士山は高い山です。富士山、富士山は高い山です。七人の侍、七人の侍はどんな映画ですか七人の侍、七人の侍は どんな映画ですか